大和市立図書館は神奈川県大和市にある公共図書館の総称であり、また図書館の一つの名称でもある。大和市が設置する図書館には図書館、中央臨館図書館、渋谷図書館があり、図書室は2室ある。全館の蔵書数は586,553冊で、年間貸出数は1268,923冊である。 全市として1928年5体展記念事業として8月に山和村の山和人情高等小学校に図書館を設置し、また11月には渋谷村の渋谷人情高等小学校に存立図書館ができたが、渋谷村の図書館は運営していた青年団員が戦地に出て休館した。渋谷村が調整施行して、 渋谷町となった後、1949年11月3日に渋谷町立渋谷図書館が開館。1955年に渋谷町が分庁して、南半部が藤沢市に編入され、北半部が改めて渋谷村となり、図書館も図書を藤沢市と分割されて渋谷村図書館となった。1956年9月に渋谷村が、 大和町と合併して、大和町立渋谷図書館となり、1959年2月に大和町が大和市となって、大和市立渋谷図書館となった後、1968年10月に大和市立図書館と解消した。1964年8月に市民会館に図書室を開設した。1969年8月に渋谷文化会館が開館し、 大和市立図書館が渋谷小学校から渋谷文化会館に開営転した。1972年4月に市民会館が中央文化会館と改称し、大和市立図書館が渋谷文化会館から中央文化会館に開営転した。1982年4月に大和市立図書館が新館へ移転した。1994年3月、 神奈川県王地区の山戸市、厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、相模原市、座間市、秦野市、相川町、清川村の8市一町1村で、相互利用協定を締結した。2010年4月1日、藤沢市と相互利用協定を締結し、7月1日から、相互利用が可能となった。2016年11月に、山戸市立図書館が、 文化創造拠点シリウスに移転し、株式会社図書館流通センターを代表企業とし、サントリーパブリシティサービス株式会社、株式会社小学館集営社プロダクション、株式会社アスカ、株式会社ボーネルンド、横浜ビルシステム株式会社から構成されるヤマト来を指定管理者とした。2017年3月から横浜市との相互利用が始まった。 2018年4月1日には、大和未来を指定管理者として、中央林館図書館を開館した。2019年4月1日から、渋谷図書館及び2つの図書室を含む、学習センターの指定管理者を大和未来とした。東京都町田市と2019年4月に、総合利用協定を結び、5月15日から実施の予定。 図書館の入館や利用は誰でも可能であるが、考え貸し出しには利用者登録が必要で、山和市在住、在勤、在学者が可能なほか、図書館の相互利用協定を結んでいる、厚木市、綾瀬市、伊勢原市、海老名市、相模原市、座間市、秦野市、藤,市藤沢市、横浜市、相川町、清川村に、在住の場合は利用者登録をすることで図書の、 貸し出しができるようになる。ただし横浜市在住者が相互利用協定によって利用する場合は予約はできない。返却はどの図書館、図書室でも可能なほか、大和市内に返却ポストが9カ所設置されていて、図書の場合のみ返却が可能になっている。大和市立図書館は大和市立の図書館の一つである。大和駅近くの再開発ビル。 大和文化森内の公共施設、文化創造拠点シリウスにある。条例に定められた本館ではないが、総称としての大和市立図書館と区別するため便利的に本館と呼ばれることがある。大和文化森は地上6階、地下1階からなる。1.2階の西側には建物の外から出入りできる店舗等があり、2階南西のデッキ広場には以前、 この場所にあった山と天馬宮が移されている。それらを除いた建物の大部分を図書館、芸術文化ホール、生涯学習センター、屋内子供広場などからなるシリウスが占めている。東島にはメインホールがあり、西島の3階から5階までに図書館があるほか、1.2階の施設共用部分にも書家と閲覧席が設けられている。1階のエントランスには、 スターバックスコーヒージャパンが直営店を出店しており、公共図書館の建物への出店は、みんなの森ギフメディアコスモスに続く二例目となる。山和市はシリウスの来館者数について、図書館や図書館を含む複合施設の年間来館者数としては、日本一の記録都市、また、透明高速道路に日本一の図書館の町山和市と書かれた横断幕を掲げたが、 その一方で、図書館の入館者数はカウントせずと報告している。飲食について、図書館及びシリウスの一部の施設で飲み物飲み、かとしているほか、シリウスの2階市民交流ラウンジや6階市民、交流スペース、屋外テラスでは食事も可能となっている。大和市立中央林館図書館は、大和市立図書館の一つ。2018年4月1日に、 中央林間東急スクエア3階に開館。前身となる林間学習センターと書室は1971年7月1日に林間文化会館と書室として開館。1976年に文化会館から図書館の組織に入った。1999年に林間文化会館が林間学習センターと解消されて林間学習センターと書室となり、 2018年3月31日に閉館。ふたつきの容器であれば飲み物を持ち込むことができる。また貸し出し手続きをしていない本を隣接する星野コーヒー店へ持ち込むことができる。大和市立渋谷図書館は大和市立図書館の一つ。1969年8月1日に開設。1976年に文化会館から図書館の組織に入った。 1999年に渋谷文化会館が渋谷学習センターと改称されて渋谷学習センターと書室となり2010年3月1日に渋谷学習センターとともに高座渋谷駅前複合ビルイコザ3階へと移転し2018年4月1日に渋谷学習センターと書室から大和市立渋谷図書館となったありがとうございます